松平沖首三田中屋敷跡、大石地から吉金ら重視切腹の地は、東京都港区三田二丁目にある史跡。かつて、伊予松山藩の中屋敷だった。現在は、中日イタリア大使館となっている。大石地から堀部康兵木村岡江門中村、関助菅谷藩の城千葉三郎米夫は和江門大高、玄語海河矢財門岡の金江門玄六十六に二月四日に、 江戸幕府の命により、長期の赤穂老子が切腹した地で、久松松平家は赤穂老子を礼遇したと伝わるが、異説もある。松山藩の屋敷跡には赤穂事件の遺構は残っていなかったが、昭和14年に徳富祖法が記号の赤穂老子10名切腹の地、イタリー大使館石文が当時の中日イタリア大使によって大使館敷地内に混流された。 敷地内のため立ち入りはできず、国際情勢に伴う、在外交換の警備強化の方針で、見学不可。阿公民法によると数年に一度は供養の行事を行っているという。46市がお預けとなった4班の判定は、いずれも今日の東京と港区にある。細川の水の流れは清けれど、ただ大会の置き沿いにゴレルの強化が残る。石碑には、徳富正隆の表記となっている。 違い方権により、大使館及び外交官には、本国の法制が及び、在留国の法制が一切及ばない。アコウ民法、イタリア大使館で、疑心霊祭。ありがとうございます。